食品ロスを削減する取り組みに貢献したとして福岡県内の企業や団体が表彰されました今日福岡県の庄島良介副知事から表彰されたのは食品ロス削減に取り組んでいる九州電力や福岡県内の NPO 法人などの団体ですこの表彰式は今月の食品ロス削減月間に合わせ食品の廃棄を減らす機運を高めようと 2022年年度から毎年福岡県が行っています。今年度は11の応募の中から8つの団体が受賞し中には福岡市の建設会社がフードバンク団体と連携し寄付する食品の重量物の仕分けや積み込む取り組みなどが評価されました。 荷物を運ぶ役としてお手伝いしようということで始まったところでございますもっともっとこういう取り組みが広がっていけばいいなというふうふに思っています福岡県の担当者は一人一人が食品ロスについて認識してもらい食べ残しや材料を買いすぎないことなど小さなことから取り組んでほしいと話しています